皆さんこんにちは、渡辺美幸です。今宮下公園にいますこれからダンスレッスンに行くんですけど、今年ね、私もう一度ダンスと向き合って自分のダンスレベルを上げるために挑戦する一年にしたいなって思っております。どうしてまたダンスに向き合おうと思ったかっていうと、芸能界に入って11年ぐらい経つんですけど、楽しいこととかしんどい時期もあったり、いろんなことがある中で、昔からダンスを踊ってる時が本当に一番、なんやろ、無心なんですけど、その無心でひたすら無心になれて一生懸命頑張れる時間が本当に支えになってたんですよ。どんな時でも、苦しい時とか辛い時でもダンスを踊ってる時間は、嫌な思いも楽しい気持ちもダンスで表現したり、ダンスの中で自分の気持ちを解放できる、やっぱりダンスに私は支えられてきたんだなって思いました。で、ちょっとある目標がありまして、今年ダンスを生かしたライブをできるように、今から自分のねレベルをアップしていきたいなと思っております。またこれから YouTube でもダンス動画とかたくさんアップしていこうと思っているので、そちらもね楽しみにしてもらいながら、レッスンの様子とかダンスへの思いとか気持ちをまた皆さんに伝えていこうと思ってます。よくダンス動画撮ったり、お友達と練習会とかはしてるんですけど、レッスン受けるの結構久しぶりなので、全然体がついていけないんじゃないかなって不安なんですけど、レッスン頑張って、それでいつかダンスをテーマにしたライブができるようにまた頑張っていこうと思います。それではレッスンに行ってきます。おはようございます。今日もレッスンに来てるんですけど、ステップバックの動画を上げたのが前回のレッスンの内容です。ほんまに久しぶりのレッスンだったんですよ。生徒さんたちもみんなめちゃめちゃ根性があるので、私も負けないようにしなきゃって思うとめちゃめちゃ疲れてヘトヘトで、最後もう自分の体動きづらいなって状況でダンスの撮影してくださって、それまでにね体力がもう消耗されてヘトヘトだったわけですよ。体力もつけていかなきゃいけないなってすごく思いました。で、今日は2回目のレッスンということなんですけど、エクストインダンスさんご協力のもとプライベートレッスンをしていただけることになり、撮影のご協力のお願いをしたら場所を設けてくださったので頑張りたいと思います。行ってきます。
これじゃないですか。この時若干脇を締めるイメージでやるといい感じです。でお尻もこっちです。セブン、エイ。バタバタ、バタバタ。教えてくださっているゆめの先生です。はじめまして。韓国の K-POP アイドルのバックダンサーをしています。 TWICE さんとか一緒にやってました。あ、そうです。とても可愛くて大好きです。私どちらことですか？割と K-POP のアイドルの方はなんかバキバキに踊る感じ。みゆきさんはなんかしなやか、すごい動き一つ一つが綺麗で、はい、見てる側が魅力を感じるというか、鏡越しでめっちゃ惚れてます、ね。めっちゃ褒めてくれてるんですけど、私言わしてないです。でも私パワーをつけたいんですよ。逆にパワーが出たらそのしなやかさってなくなっていくのか、長所を伸ばすのか、短所を もうちょっと力づけてどっちも良くするのかみたいな悩みはあります。レッスンの動画だけど一つの自分の作品として YouTube に残したいから、もうちょっと練習したいなと思って、自主練とかやりながら後日整理しようかなって思うんですけど、今よりもパワーをつけてできるように頑張ります。私も頑張ります。ということで練習します。めっちゃ真剣に頑張った時に自分が、あ、これめっちゃ気に入ったってなるかとはまた違くって、 100% の力を超え出すと顔怖いとかになってくるんですよ。自分で作品に残したいなって時は絶妙な力加減が必要なんです。今はさすがに 20% ぐらいでした。というわけで今日はフリーレを来ていただいてレッスンをしました。これから何日後かにね撮影をしようと思うので、どれくらい上達してるか見てくださいね。ではまたね。頑張ります。練習